はい、徳島市より n h k オープ c o w e ということで今日は令和4年1月の18日夕方の3時30分です N1 グランプリの公認投票者に登録しましたという話なんですけども、えー、本日からね N1 グランプリの公認投票者というものの募集がスタートしておりますでホームページを見ていくとね あなたの投票が候補者を決める鍵となる NHK 党が提唱する全ての人に平等な選挙という、ねえー、タイトルで始まってるんですけどもでずっと、ね、下にスクロールしていくと公認投票者についてというところでばーっと、まあえー、説明がいろいろあるんですけども、えー、中盤に差し掛かると、ね、公認投票者登録という えー、白いボタンが出てきます。で、そこを押すとですね、えー、登録フォームがあー出てきます。で、名前、えー、メールアドレス、住所、えー、電話番号、生年月日、えー、そして NHK 党規約に同意をするっていうところに、まあ、同意をするっていうチェックをして、で、えー、私は日本国籍を持っていますというところにチェックを入れて、えー、最後に送信ボタンを押すと。で 送信ボタンを押すとすぐに返信メールが届きますでどんな感じのメールが届くかと言いますとタイトルが公認投票者へのご登録ありがとうございますで NHK 党公認投票者窓口というところから届くんですけどもこの度は NHK 党公認投票者へのご登録ありがとうございます党費納入後に公認投票者としての登録が完了します 本メール中盤に記載されている決済関連情報をご確認いただき、投費の納入をお願いします。というふうなことが書かれているので、このメールの中盤のところにですね、決済関連情報というところが出てきます。で、集金業務は NHK 等の政治資金団体であるホリエモン新党が行いますと。で、クレジットカード決済の URL があ貼り付けられております。 で、その下に、まあ、銀行振込、リ、え、ソ、ー、な銀行、えー、参議院支店とかいろいろ書いてます。で、僕は、えー、クレジットカード決済を、えー、選択しました。で、えー、まあ、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、えー、自分のクレジットカード番号とか名義とかあ有効期限とか、もろもろを入力して、えー、それを送信すると、まあ、決済が完了しましたっていう風な、えー、画面になって、えー、じゃあ、 この後どうするのかという話なんですけども、えー、そうすると、そこまで行くと、頭費の納入まで完了すると、あとは待つのみです。えー、ID 発行までの所要時間というところがね、このメールの中にあるんですけども、頭、えー、費の納入まで完了すると、ID とパスワードが発行されます。それはもちろん僕だけのものです。で、えー、クレジットカード決済の場合は、 えー、長くて3日かかるとで、銀行振込の場合は長くて1週間かかりますということが、まあ、書いてますで、投票用ページにアクセスをして、ID とパスワードを入力してくださいとで、投票用フォームが表示されますと、だから投票するには、ね、あなたがカモフラさんですよねっていう、えー、ID とパスワードを個人のものとして入力をすると。 じゃないと、えー、誰でも投票することになっちゃうんで、えー、この投票を納入した人にしか、えー、教えてもらえない、えー、独自のパスワードとかが発行されるとで、えー、投票用フォームが表示された後、えー、投票が発生するたびに新しいフォームが用意されますとで、今回の N1 グランプリでは2回から3回の投票が予定されておりますとらしいですだからまあ、えー、投票のたびに 1000円必要っていうわけでは多分ないんじゃないのかなと思います。まあ、えー、N1 グランプリ2022において、えー、投票するにあたって1000、えー、円っていうことだと思います。もし間違ってたらすいません。で、一番最後にね、N1 グランプリ実行委員会公認投票者窓口っていうところの、まあ、公式サイト、YouTube、Facebook が、まあ、リンク貼られてるんですけども、えー お問いい合わせは、えー、本メールに対する返信でご連絡くださいとまあいうふうなことがね書かれてるんですけどまあ実際に利用してみて、えー、一つだけ気になったのが電話番号があった方がいいんじゃないのかなっていうのはね、えー、思いましたまあ1000円といえども、えー、お金を振り込んだりまあカード決済をするにあたってこのホームページ上でえー 疑問に思ったこと利用者がね、疑問に思ったこととか、え、これってどうなのって思ったことまあ、人によって本当にね、文字を読んで理解する能力って、えー、違いますので、あれって思った時に、まあ、メールでもいいけど、電話の方が早いよねっていう人って結構多いと思うんですよね。僕、イエステレホン派なんですよ。もうメール打ちょる間にもう電話でした方が早いわ、みたいな。 タイプなんで、まあ、僕自身はまあ別にその本メールに返信とかせずにいろんな、ねえー、人に、まあ、これどうなんていう聞くことはできるので、まあ、直接、ね、電話したりとかできますので、えー、今回もまあそうしたんですけどもあのー、まあそれ以外の本当になんだろうパッとこのホームページを、まあ、初めて見た人とかえ,ー、え何々国政政党のなんか催し物に えー、自分が参加できるのをやってみたいとか、もっともっと年配の人とかね、は、メールの打ち方はし知らんのじゃと、ね、そういう人もおるかもしれんなと思いましたので、まあなんか、その、電話番号が一つあればいいかなと、まあ優しいかなと、まあそれぐらいですかね、思ったことといえば。なので、まあ、 えー、今後はね、えー、とりあえずその3日以内に、えー、ID とパスワードが僕の元に届くらしいので、でそれが届いて、えー、その投票フォームっていう画面の URL を多分メールで送られてくるので、まあ、それに従って、えー、投票する。まあ、けどまだ、その n 1グランプリの、えー、実際こ、公募した人たちが、 え、締め切ってないと思うので、まあ、その締め切りがあった後の話だと思うんですけども、まあ、いち早くね、えー、登録してみましたと、頭費を納入してみましたという動画でしたので、まあ、あのー、皆さんもね、えー、これは本当に、あのー、まあ、これ、語弊がある言い方かもしれないですけども、まあ、気軽に参加しちゃっていいんじゃないのかなと思います。えー、会社員の人も、主婦の人も、 えー、学生さんはどうなんだろう年齢制限とかあるんかなちょっとそのあたりね、えわ、ー、からんのですけども、まあまあそういう時に、えー、僕高校生なんですけど、どうしたらいいんですかとか、僕中学生なんですけど、とかいう人もおるかもしれんので、そんな時に、まあメールだけじゃなくて電話とかあってもいいのかなとも思いましたし、まあ本当にね、えー、年配の方でもいいだろうし、まあいろんな人がね、まあ1000円なんで気軽に、えー、参加してみたらいいんじゃないのかなと、